これはすごいね。かっこいいろ。いや、花から、6円が一応時点で、納豆が、この納豆がと一応出てるんで、分かっちゃう話やん。いやー、素晴らしいね。素敵すぎたね。だから俺、生かすって言うじゃんよ。そしたらお前はそんな説明せんでいきしらっと、んそうなんて言えって言うだけど、そうや、ほんまそうや。今のレクロソリどうだ。まだこれから多分順ソリになってくると思う。今ちょっと逆ソリの、あ、逆だ、まあまあ、うん、逆ソリでおるよ。かっこいいじゃんけんど。いや、かっこはまあ、ええのよ。カス、これロングスケール掘り込むか。いや、そんなん、いらんこと、そんなん、これはこれでいけ、生かしまくっちゅうぞ、これまさか。何が生かすのかよくわからないけど、まさかこんなに生かしちゅうと思わんかったな、うん、これまたピックガードとノブが純正残っちゅうきにゃ、うん、きれいに。よう、きれいなはずじゃねえ。ほら、もう必死になった。うん、必死でやった。そうかよ。サドルの水を掘らないかなかや。うん。まあ、さっきにちょっと音聞いてみようね。うん、今、チューニングできちゃうか。できてない。それ、ただチューニングせえや。そこそこ。だからチューニングしようたらこれ中へ寄ってがや。いや、弱いのに、そう、そこをちゃんと、ちゃんとこう。寄ってがや、どういったら。いやいや、弱いのに、なんとこだよ。よっちゅうきも、すでに。全然音を拾わんがや。なんで拾わんかな。わからん。そのチューニング前だと、電池が見せちゅうがないか。